中央のハブとスポークの先につながったそれぞれの拠点が結ばれるネットワークトポロジーハブスポークは物流や情報技術分野で使用される用語設計したい空間にどのように材料を配置すれば最適な構造となるのかを提案する手法トポロジー最適化を用いた交通計画である中央の拠点となるハブとそこから伸びる スポークによって構成され経路の整理を行う。また、1970年代、拠点から拠点へ直接向かう乗客と貨物の主要輸送方法をモデル化したポイントとポイントとは対義関係となり頻繁に比較される。それまで運輸業界では、プトップが一般的であったが、技術の進歩により、ロジスティックス部門の速さと費用対効果を上げるため業界の取り組みが、 開始されている。1955年、デルタ航空によって、スポークハブ分布モデルが開拓されたことで、運輸業界に革命をもたらし、1970年代初頭、フェデックスエクスプレスによってその価値が証明されている。アメリカで1978年に制定された、航空規制緩和法以降、航空会社がのきなみこのモデルを採用した運航を開始しており、 大手航空会社では複数のハブが設置され、今日においても航空業界では一般的に採用され、中央集権化されたハブ空港からスポークにあたる地方空港に対しての運航が行われており、このモデルによって航空業界はリソースの効率化によって急速な成長を遂げている。海運業界もこのモデルを採用し効率化を図ったことで配送の速度が上がり、 コスト削減に成功している。また、同時期に進められたのが、トレーサビリティの確率であり、それまで、プトップモデルでは特定の場所から発送された貨物を探し出すにはあまりに多くの路線があることで捜索に、多大な労力が必要となっており、ホッチと着地双方で大規模な調整が必要となる。上、関連する人員配置と設備投資を行わなければならなかったが、 貨物の追跡が行えるようになったことで、ハブスポークモデルでは特定のスポークのみ監視することで解決される。1970年代後半には、電気通信分野や情報技術分野で採用されており、スターネットワークのネットワークトポロジーと呼ばれる。また、名称は、車輪の中心からタイヤに向かうスポークに似ていることから、名付けられた。日本の国土交通省は、 物流パイロット事業として、ラオスサワンナケート県を中心としたメコン地域でのハブスポーク実証実験を日清に委託して実施している。このほか、軍事部門でアメリカをハブ、日本、台湾、韓国をスポークとして見立てた軍事同盟ネットワークを指したサンフランシスコシステムがあり、これはハブとスポークのつながりは強いが、スポーク同士のつながりが弱いためこう呼称される。 左のハブを中心にした8本に対し、6拠点をプトップで結ぶと36本必要になる。アメリカ国内でのハブスポーク路線を示した図ハブ、スポークはプトップモデルと比較して、必要となるルートの数が少なくて済む。最終的な行き先に関わらず一度ハブを経由させる、ことで需要の安定化が図れる。パッケージの並びえや会計など複雑な作業もハブに、 集約することで規模の経済につながる。視点の操作は簡単であり、新規ルートを簡単に作成することが可能である。このモデルは一元化されているため日常の運行において比較的柔軟性がなく、ハブの変更は単一のルートであっても、ネットワーク全体に予期しない影響を及ぼす可能性があり、ハブとスポーク間で発生する一時的な需要増に対応することが難しい。 ハブでは、交通が複層し、貨物の積み替えによる、ボトルネックや単一障害点を作り出し、ネットワーク全体の容量は、ハブの容量によって決定される。ハブでの遅延などは、ネットワーク全体の遅延を生み出す、可能性につながる。このほか、拠点から拠点に移動するのに、必ずハブを通過する必要があるため、乗り換えが必要となる上、移動時間も長くなり、 障害が発生することでさらに長時間拘束される結果につながる。ありがとうございます。